皆様こんにちは、ヘアメイクアップアーティストの小田切ひろでございます。本日ご紹介させていただくテクニックは、汗にもマスクにも負けない2021年夏のベースメイクのご紹介でございます。2020年と違うんでしょうか、なんて思ってる方いるんじゃないでしょうか。そうなんです、全然違うんです。ベースメイクの作り方、季節によっても違いますし、毎年毎年アップデートしていただくっていうのがとても大切です。そのやり方のテクニック簡単にできますので、今からご紹介したいと思います。それではスタート。それでは早速始めていきますよ。今日は2021年の夏、絶対に崩したくないベースメイクのご紹介なの。はい。そう、やっぱりさ、今マスクが絶対必須じゃない、うん、マスクをするのに外は暑くて汗が出る。最悪ですよね。もう崩れるの当たり前と思うじゃない。当たり前ですよ。そんな当たり前の概念覆してちょうだいということで、今日は2021年の新製品たちを、僕がね、もうおすすめ商品を集めて、ちょっとメイクをしますので、はい、もうね、メイクのやり方云々にもう目から鱗問題。あら、そうなの。もうね、ベースメイクってこういう風につけるって皆さん当たり前のなんかやり方あると思うんですけれども、その当たり前を取っ払わない限りはメイクは崩れるから。はい、そうなんです。なので今までのメイクのルール、そして常識っていうものに縛られていると、いつまでもベースメイク崩れっぱなしです。なので今から日々をご紹介したいと思います。じゃあ早速なんですけれども、今スキンケアした状態で下地からいきます。で、下地といってもやっぱり日焼け止めも兼ねたものを使ったわけ。そう、なのでこれ使うのはこちら、アディクションのスキンプロテクター。そう、これもうすごく有名だと思うんだけれども、日焼け止めとメイクアップベースが一緒になっているもので、これまたいいところが、色がね、乳白色で伸ばすと色出ない。あ、本当だ。ほら、僕ね、肌黒いんだけど浮いてないでしょ。浮いてない。そう、これがとっても大切で、日焼け止めがね、兼用のものってどうしてもね、明るくなりすぎるものが多いんだけど、そうですね、トーンアップするものね。そうなの、トーンアップはこの時点でいらないわけ。でもキメは整えたいわけ、うんうん、そしてファンデーションの塗り付け役をしてほしいわけ、はい、やってほしいところだけをかき集めた下地というのがこれになるわけ。 SPF50+ に PA4+ でマックスよ。すごい、そうなの、優秀です。いや、これをね、まずこのパール粒一粒ぐらい、これぐらい出していきます。で、使うのはやっぱり指でもいいんだけど、僕はね、やっぱりファンデーションブラシを使いたい人なので、はい、ファンデーションブラシでもうね、薄くのせていきます。薄くでいいんですか？薄くで OK、 薄く均一に。なぜならば、この後にのせる下地プラスファンデーションに日焼け止め効果があるの。あ、そうなんだ。そう、だからこの下地の時点でがんじがらめにこの日焼け止め効果、 SPF 効果をしっかりとっていうよりはカスタマイズしていくので、うん、薄くで大丈夫。色が出ないものは均一、色が出るものは均一にのせちゃいけないの。わかる？色が出るもの、カバーするものを均一にのせるとお顔が肥大するわけ。うん、のっぴりしちゃう。そうなの。で、もともと平たい顔族じゃない？そうですね。そう、なので、そう、平たい顔族の人はカバーものと色物を均一にのせちゃいけないわけ。うん、こういう感じで、もう色が出ないからそんなに変わり映えしないと思うんですけれども、ちゃんとワンプロセスごとにスポンジでやっぱ押さえていく。はい、OK、これ大事です。大事よ。で、ここでね、もうちょっと一つのテクニックなんですけれども、朝ね、時間がないと思うんですが、このワンプロセスを入れていただくだけでメイクが崩れないっていうやり方あります。ここで使うのが冷やしといたスプーン。え、これ冷凍庫で冷やしといたんだけど、うんうん、キンキンに冷えてるわけ。めっちゃ冷たいやつですね。そうなの。で、これをね、はい、崩したくない目の下、三角ゾーン、冷たいでしょ。めっちゃ気持ちいい。で、Tゾーン、眉毛の中、こういう感じで、そしてまぶた、アイラッシュライン、そして小鼻、そして顎、この部分だけ冷やしておくとキュッと肌が引き締まってくれるので、今の下地の効果もピシッと定着させるっていうことと、この後にのせるまた下地とかファンデーションのまた月が良くなる。あ、そうなんだ。でもスプーンとかだったら家とかにも絶対ありますよね。でしょ。そうなの。何でもいいんですよ。お好み焼きとかでヘラとかでも、でもヘラだと角があるからスプーンで丸みがいいかもね。
そうなんです。これはあのご自宅に皆さんあると思うので、冷蔵庫だとねちょっとね冷たさが足りないから、僕はね冷凍庫がいい。冷凍庫、そう、はい、なのでスプーンで冷やしていきます。さっきのこの下地は潤い効果がありながら日焼け止め効果、キメを整えてくれるという効果。そして次に使うのがこちら、はい、またアディクションなんだけれども、この下地はねマットになる下地なの。マットというのはちょっとポア効果があるので、うん、毛穴を埋めてお肌を滑らかに凹凸をなくしてくれるという下地なの。すごいですね。そうなの。先ほどの下地とはちょっと用途が違うので、これを使い分けていきます。はい、で今回は絶対崩したくないっていうことなので、アイテムがちょっと増えちゃうんだけれども、このやり方カスタマイズするだけで本当に崩れないから。そう、この下地を綿棒でちょっと取ります。ちょっとね固めなの、うん、ちょっとね、そうで使いすぎない、これだけ、こんなにいっぱい入ってるんだけど、これだけ、これだけ大丈夫ですか。そうなの、コスパ良すぎ。そうなの、コスパ良き。これを薬指でこうやって取ったら、毛穴の気になるところにだけ乗せていきます、はい、まず小鼻、ここの部分でどうしても毛穴開きやすかったりするじゃない。そうですね。で凹凸も結構あったりすると思うので、小鼻からこの鼻の側面、ここの部分にこの下地を乗せていきます。そしてやっぱり三角ゾーン、目の際は避ける、この三角ゾーンの部分、はい、そして D ゾーン、そしてこの腰回り。マットといってもカラカラに乾くマットではなく、潤いマットというまた不思議なテクスチャーなんですけども、こうやって乗せた時には今若干光ってるの分かります？あ、本当だ、マットなのになんかツヤっぽい感じがありますね。プリッてしてるでしょ、うん、でも毛穴なくなったと思わない？ない。そうなの？本当にない。でここからまたスポンジでトントントンってこうやって押さえていく、はいはい、でこの時点で色は変わってないけれども、キメが整って毛穴がキュッとしながら、お肌の凹凸が滑らかになって、もともと素肌が綺麗な人っていう印象に見えると思うわけ、うん、で下地の時点で色がついているものっていうのは夏にあんまり向かないの。そうなんだ。なぜならばマスクについちゃうじゃんって話、ね、っていうことと、汗ができてドロドロになったら色がついているものってムラに見えるわけ、うん、なので色がついてないものでこうやってカスタマイズしていくと、汗が出たりとか皮脂が出ても崩れた感じが見えない、はい。そう、下地の時点で色ムラをね整えた方がなんか崩れにくいんじゃないのって思ってる方いると思うんですけれども、色がついたものを広範囲にのせると必ずそれはよれの原因になってしまうということと、はい、マスクにつきますので、色がついているものをカバーをするものっていうのは小範囲最小限にするっていうのがポイント、はい、そうということで、次に使うのがこちら、シャネルのクッションファンデーションです。シャネルクッションファンデあったんですね。そうなの、新しく出るのよ。へー、そうなの。でこのファンデーションね、若干カバー力強くて少しセミマットな印象になるの。そうなんだ。なので今下地の時点で潤いが強く出てるじゃない、うん、ツヤっぽいベースになった場合はマットなものを重ねてあげるっていうのがとても好相性なの。なるほど。そうで、ここで使っていくのがこのスポンジが、大体皆さんもルールだと思うんですけれども、私はこれスポンジを使わないで、こちらディオールのファンデーションブラシを使います。はい、で今度使うファンデーションブラシは上がパツッと切れてる、うんうん、小範囲ではなく広範囲につけたいときにはこのスポンジがいいんですけれども、もう今回はねなるべくカバー力を最小限にしたいということと、ポイントでつけていきたいからこのブラシ、はい、でちょんちょんちょんこうやってつけると、ほら薄く均一につくでしょ。トントントンってやったらこのままいっちゃうわよ、はい、でこのままやっぱり三角ゾーンって言われるところね、ここからトン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 で、トントンするだけでキメの中にちゃんとこのファンデーションが入ってくれるので、薄くつけていきますよ。はい、薄くの薄い概念って人それぞれ違うと思うんですけれども、あのカバーするものを薄くつけるとき指ってやっぱ難しいわけ、うん、指って一番ついちゃうから。そうですね。そうなので、こういったあのファンデーションブラシを使ってスッて滑らせるのではなく、トントントンってこと置いていくと、あのブラシによって滑らせるタイプのブラシとトントンするタイプのブラシっていうのがありますので、あのそこら辺あの使い分けね、ちゃんと覚えておいていただくといいと思います。はい、もうね、ごくごく少量、今ねモニターで見えてるかわかんないんですけれども、マスク、そして2021年夏っていうことを踏まえると、ちゃんとカバーしたっていうようなファンデーションのつけ方は絶対トゥーマッチなの、はい、なので少量少量をとにかく薄くつけていく、うんうん、これがポイント。で目の下もう一度ちょんちょんちょん、ここポン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 やっちゃうとまぶたを痛めてしまうので、目の下だけは置いたら指でトントン。もうね、ブラシ付けが綺麗でね、薄くつくからいいやと思ってこの目の下にバーってやっちゃう人いるんですけれども、うん、目の下はね薄皮なので、あのなるべく引きずらないようにトントン置いたら指でトントントン、は
はい、これはどんなファンデーションで洗うと、どんな時代が来ようとも人間である以上丁寧に仕立てていくっていうのがポイント。で、指についたものをこのまぶた、もうまぶたのくすみっていうのをなるべく生かしていきたいので、ここでね、もうファンデーションまたとばっとつけちゃうのはもうなるべくやめていただきたいわけです。はい、でおでこ、もうこのファンデーションのいいところはね、もうちゃんとカバーしてくれるのに、うん、とにかく薄くついてくれるっていうところ。発色がすごい良かったですね。そう、ちょっと見てみて。はい、あ、ちゃんと本当にカバーしたいところについてて、うん、でちゃんと透けてると思わない？うん、カバーされてるのにちゃんと透けてるんですよ。すごい、カバーされたっていうメイクっていうのももちろん1個 OK なんだけど、うん、今回の夏には絶対いけない。そう、崩れてしまいますから。崩れちゃうから。そうです。ということで、はい、もうこれファンデーション OK。 では次に、あの目の下だったりとかくすみがもっと強い方っていうのは、あのなるべくねファンデーションだけで仕上げたいんですけれども、ファンデーションだけではどうにもならないわっていう方は、こういった潤い効果の高いリキッドタイプのコンシーラーを目の下にちょっとだけつけていきます。はい、ちょんちょん出していただいて、でこれをちょっとね、油分が多いタイプのコンシーラーになりますので、それはそれで、夏の皮脂によって全部ね崩れてしまいますので、もう絶対崩したくないので、リキッドコンシーラーを使うのはマスクから出た目周りオンリー。で、指に余ったものをこのまぶた、こういう感じ。コンシーラーだけれどもちゃんとカバーしたっていう感じは、ちゃんとカバーしてる、してるでしょ。でもちゃんと透けてない？透けてますね。そうなの、これとってもポイント。透けポイントはね、今期のトレンド以外にこれからの時代のトレンドになってくるので、肌はちゃんと仕立てられてカバーをしているので、ちゃんと透けてる感っていうのがもうルールなの。はい、そう、カバーされたお面です、私の顔ここですみたいな存在感っていうのは、お着物を着た時はいいわけ、うん、けれどもやっぱりこう普段の、ね、日常生活ではちょっとトゥーマッチになっちゃいますので、はい、これぐらい透けるっていうことがとてもポイントになります。はい、じゃあここでやっぱまたスポンジの登場なわけ。スポンジでトン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 、これ大事ですね。とっても大事ですよそしてそしてここで次、もうねクッションファンデーションなので、これぐらいでもう OK なんです。なぜならば少量しかまずつけてないっていうことと、もうクッションファンデーションっていうのは、お粉をつけなくてもいいアイテムになりますので、だいたいこれでフィニッシュなんていう方が多いわけ。はい、でもこれでフィニッシュは見た目の美しさだけで崩れになっちゃう。はい、そう、ここで崩さない方法はやっぱりクッションファンデーションにもパウダーをつけていただきたいので、今日はこのプレストパウダーアンプリチュードのこちらのね中にブルーが入っている。これは透明感を上げてくれるブルーなのね。そうなんだ。そうよ。ここで、ブラシにこうやって取っていただいたら、はい、これを崩れやすいやっぱり T ゾーン、そして小鼻、いっぱいつけないんですよ。もう少量だけ滑らせるだけで OK。はい、そしてお口周り、そしてラッシュライン、そして眉毛の中。ポイントなのはこのラッシュラインとこの眉毛の中なんですよ。うんうん、なのでまぶたのこのアイホールのとこはツヤっぽくしててほしいの。はい、だいたいみんなさ、ふわーってやって全部マットにしちゃったりするじゃん。全部やっちゃいますね。そうするとワントーンになりすぎちゃって抜け感が出ないの。あー、なるほど。そう、抜け感っていうのは皆さんね、カラーアイテムで作っていく方が多いと思うんですけれども、それでももちろん作れるの、はい、けれどもベースメイクの時点で質感のコントラストによって抜け感っていうのを作ることによって、さらに奥行きのある抜けのある女性になりますので、もうベースメイクの時点でワントーンに作らない質感を。はい、そう、はい、じゃあ今お粉をのせた状態で、これでほらフィニッシュと思うじゃない。じゃあもうこれで、でしょ、次またアイメイク行こうかな。でしょ、ノーノーノー、そうなんです。ここで使うのはやっぱりね、フィニッシングウォーターを使うんですけれども、メイクアップ用のフィニッシングウォーターを使うのではなく、こちら、はい、エンビロン、こちらのミスト状スキンローションといって、これかなり高保湿のスキンローションになるんだけども、そうなんだ。そうなの。で、夏というのはエアコンによって乾燥しやすいということで、フィニッシングのローションってメイクアップ用のものを使うと、もちろん高保湿なんですけれども、さらにランクの上の高保湿なものを夏場を使ってあげると、外からのエアコンに負けない肌になるわけ。なるほど。そう、それはいいことですね。そうなの。で、これをバーッとつけていきたいんだけれども、あのバーッとつけるとね、ちゃんとピタッとフィットするんですが、やっぱりね、こう最後のフィニッシュにウォーターを全体的にかけるのはちょっと苦手っていう方と不安っていう方がいらっしゃいます。このウォーターをかけると洋服についちゃって嫌っていう人もいるので、ね、で最近そういうお声を結構聞きましたので、なるほどですと思って、私はやっぱりスポンジ、このスポンジにこのミストをこうやってかけて湿らせるの、こうやって、はい、湿らせていただいて、トントントンってやるとほら水っぽくなるじゃない。あ、本当だ。そう、これをね、
先ほど乗せたお粉の上とかにもバーッて全部出てくの。はい、トン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 って。お顔の中心からね、崩したくないのはお顔の中心なので、お顔の中心にトントンと。お粉の上から水っぽいもの乗せていいんですかって思う方いると思うんですが、お粉の上にこういう水分を与えてあげることによって、お粉がピタッと肌にくっつくの。なので粉っぽさを軽減するっていうことと、ちょっとツヤっぽい印象に仕上げられるのと、もちろん、お化粧持ちがとっても良くなります。あ、めっちゃいいですね。いいでしょう。あの夏に似合うみずみずしいツヤ肌というのを油分で作っちゃうと崩れの原因になっちゃうんだけれども、こうやって水分のカスタマイズだったりとか、パーツによってねちょっと少量だったりとかちゃんとカバーしてあげるっていうのを少しずつ変えてあげることによって、マスクしても崩れない、そして夏の皮脂、そして外からの外的刺激やエアコンによっても崩れにくい肌にできますので、もうこれは絶対覚えておいてほしい。はい、これ大事。そうで終わりと思うじゃないですか。あ、もうフィニッシュウォーターしたからいいんじゃないですか。 No, no, no ということで、はい、ここで使うのはやっぱり今さ、お顔だけ作ったじゃない、はい、でも顔っていうのは顔だけじゃないの、頭も顔って考えてほしいわけ、はい、なので今重力によって顔が固まっちゃってるのね、うん、で頭が固まってるってことは顔がちょっと落ちちゃってるの。あ、ちょっとこっちに。そうなのでミクロレベルなんですけれども、顔のキメをピッと上げたいわけ、はい、そのために使うのはこちらエトボスのこのね、剣山タイプのこの、すごい、そうこれね、シャンプーの時に使うやつなんだけど、うん、シャンプーブラシなの、こうやってバーって使われてるね。そうそうそう。でこの剣山ブラシをですね、側頭筋にガーッと、おー気持ちいい、いいでしょう。これメイクのねフィニッシュにもう一回やってあげるわけ、耳周り、あ気持ちいい、いいでしょう。この部分が凝り固まってると顔というのは落ちてしまいますので、この部分をちゃんとこうやってほぐしてってあげる。こうするだけで顔のキメ、そして表情というのがすごく豊かになりながら、若干ねピッて上に上がってくれるので、肌のツヤもねちょっとクオリティが上がるわけ。こういう感じ、はい、もうね本当にビサなんですけれども、うん、顔のキメが下に落ちてしまっていることによって、くすみの原因、血行不良の原因になってしまうと、それはまた化粧の崩れの原因になっちゃうわけ、うん、なので側頭をちゃんと上げとくっていうことが、美しい肌、夏になってもベースメイクが崩れない秘訣になりますので、はい、これは絶対に覚えておいてください。これね、顔型とか関係なく、どんな顔型の人、年齢もセクシャリティも問わず、使えるテクニックになりますので、かなり一生ものテクニックよ。あ、もうずっと使いますね。そう、覚えておいて。はい、皆様いかがでしたでしょうか。今日ご紹介させていただいたテクニックは、マスクをしていても、この夏汗や皮脂に侵されても絶対崩したくないっていう方にはおすすめのテクニックでございました。本日のやり方はですね、もう誰にでも使えるテクニック、どんな肌にでも対応できる、テクニックになりますので、よろしかったら参考にしてみてください。それでは今日の動画がいいと思ってくださった方は、このいいね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、下にコメントたくさんいただけたら嬉しいです。次回の動画も、皆様にまたお役立ていただける素晴らしいのが出来上がっておりますので、楽しみにしててください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。